お越しくださいました。さあ総領工部1年ぶりに帰ってまいりましたが、皆さんずぶ濡れになる準備はできてますか？水浴びてお祭り気分で盛り上がっていきましょう。さあそんなわけで総領コンが始まるわけですが、今年は昨年見事決勝進出を果たした4チームが新たな演出で優勝を決めました。そして皆様にはヒープアップコグナンスで出場チームを応援していただきますので、ご協力をお願いいたします。皆様の熱い思いがダンスを通じて結果され空気中を漂えても何やかんやって、こちらにますイータップレメンテーターを皆様にもご説明を差し上げます。数々の名勝負を判定してきた元祖ヒートアップレベルメーターは、昨年の決勝戦突如乱入してきた魔女マレフィセントの悪の炎を受けるために自らをオーバーヒートさせ、その短い生涯を終えました。しかし悲しんでばかりはいられません。元祖ヒートアップレベルメーターの意思を受け継ぎ、新たに登場したのがこちら、その名もハイパーヒートアップレベルメーター。はい、どこからどう見てもハイパー、誰が何と言おうとハイパーだ。このハイパーヒートアップレベルメーターですが、ご覧ください。1、2、3、4、今年は4つのチームを一度に判定できるようになりました。まさにメーターを上げるためのヒートアップコブダンスを練習していきたいと思います。さあそれではキャストの皆さん、そしてフルートお手本よろしく、みんなで踊りましょう。ヒートアップコブダンスです。まずは頭の上で手拍子を2回、両手を出したらシェイクします。シェイク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 、その手を伸ばして2回回します。1回、2回、本踊りのポーズを4回。はい、1、2、3、4、拳を握ったら右からドン、はい、左へドン、前に向かって押し上げます。そいや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 、この後4カウント各チームの応援ダンスが入ります。そしたら拳を下から上に突き上げてクロスして突きが出たですね。では今度は各チームの応援ダンスを覚えていきましょう。まずエントリーナンバー1、スーパーグルファミリーの応援ダンスは歌舞伎のポーズを取って首を回してください。続いてエントリーナンバー2、リズミックラテンビートフィーチャリングクライスチームを応援したい方は顔の横でカスタネットを鳴らします。さあエントリーナンバー3、スパークリングサマースターズを応援する方々はためて耳、はい、ためて耳。エントリーナンバー4、お祭りファイヤーズを応援したい方は頭の上で炎をメラメラ燃やしてください。少しくらい間違えても大丈夫、お祭り気分さえ忘れなければオールオッケーです。その辺のこともハイパーヒートアップレベルメーターは汲み取ってくれます。まさにリズムに合わせてやってみましょう。ちょっと速くなりますよ。はい、まずは手拍子は1、2、はい、お相撲さんを振り回せ、いいですよ、手のひら見せて上機嫌、はい、今日は祭りだ応援ダンス、そう両コブコブ、はい、どうもありがとうございます。ご覧の皆様に嬉しいお知らせです。去年は頭のバルコニーからマレフィセントが出てきましたが、今年はハピネスバルーンが飾ってあります。マレフィセントが登場しようものならバルーンがパーってなって、マレフィセントがキャーってなることもあります。
リングサマースターズでした。Oh, no!
ですね。